今回は上武大学に来てます。はい、で上武大学といえば今期から岩政大輝さん、はい、監督やられてるということで、今回は岩政大輝さんと監督密着ということで、はい、はい、やらせていただくので、早速ちょっとね、はい、密着させていただきたいと思います。よろしくお願いします。岩政監督、はい、監督就任ということで初監督。そうですね、名前的にはね。で、S 級も昨年取ったの。取ったというかね、厳密に言うと災害研修とかあるんで、今コロナで行けなくて、仮発行で。S 級ライセンスっていうのは、もうあのプロの J リーグの監督できます。おお。それ取って、今、上武大学の監督の、はい、今期からということで。まだ2週間目かな。だよね。で、今日は午前と午後、午前です。午前、はい。ということで、ちょっと密着、はい、お願いします。同級生ね。昨日は過去でやってる。今日の練習が昨日よりも少しでも良くするってことが、それが日々の取り組むべきことで、 1% でも良くなってれば1年後には何%良くなってるのってくらい良くなれるよ。昨日よりは良くなってなきゃおかしい。成長するってそういうこと。スピード系でガーッと対人やって、でもう次のやつが回ってみたいな感じなんで、ちょっといつもと筋肉使う種類が違うかもしれない。アップからちょっと意識しながら、あの体幹とステップ入ってくんで、はい、行きましょう。まあ監督初じゃん、うん、そのやりがいの部分って難しさっていうのは、まあ2週間だけどまだ、うん、やっぱ現場は楽しいし、特にこの入り口のところはちょっとした言葉の使い方で選手たちがすごく過敏に反応するじゃん、うん、そこはこの2週間すごい自分のプレッシャーがあって、その中でなんか指導してるってすごく有意義だなと思って挑めてるし、難しさとか まだそこまで感じてない。難しさはもちろんある。まあ難しいことをそもそも指導者がやっぱりやる。特にサッカーはいろんな戦術があるしさ、何を使うかなんてもうそれぞれだし、あとは戦術がベースとしてあっても選手たちがどのようにこう自分で考えて試合の中でアレンジしたりとかデザインしたりしながら試合作れるかっていうのが大事になるじゃない、うん、試合勝つ時になってくると、うん、俺のチーム戦術っていうのはこういうもので、でも試合の中では選手たちがプレーするもんだよ、選手たちが考えるもんだよっていう考え方をどうこう植え付けるかって難しいなっていうところはあるけど、まあでもそういうもんだったね。200人以上の部員たちがいるんで、この部員たちをどうこうマネジメントするかっていうところも、これもプロとかではない、30人しか選手いないところじゃないんで。確かに体幹ね、これも導入したんだけど、どこにだ、ゴー、立て立て立て、右から、おー、いいね、いい距離、いい距離、いいよ、いや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 、動かしながら探して、動かしながらずっとこうやってボール見てこんなしないで、あっちに進行方向あるから、いいね、はい、ラスト行こう、ラスト、はい、いいよ、いいよ、繋がれ繋がれ、次締めて、遅い、ごめん、ちょっと戻ってくれる、ごめん、横に張ったよね、横に張った瞬間に出てくれたよ、そのまま待っちゃうとここでずっとシュート打たれちゃう、横にドリブルし始めた瞬間に前に出る、止まった止まった、いいよね、いいよね、いいよね、おー、ギョンゴうまい、おー、うまい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 、俺も勉強なるわ。やっぱよく見てるよね、今日やんないんですか、今日はやりません。もう完全にやる気ないもので今日は、はい、やりません、わかりました。で横から取るジョン君はそのまままっすぐ出てくればファーポスト切れるからね、これそのまま こっち来て、こっち側切らなくていいから、真ん中は言ってること分かる、そのままいるところからボールに向かってファーポスト切ってくれればいいから、真ん中決められたら森山が悪い、大丈夫、正面入ったら多分切り返しとか足りちゃうんで、そのまま庭のコースが切る、こっちはファーのコースね、そこ冷静に判断するようにしてね、寄せ切れたらいいけど、おー、うまい、アトライアトライ、さっきと一緒、おー、ナイス、一問でもこいつだったらすぐ背負っちゃうと、これイコラヒモビッチなんで点取れないです、あえて入れて、このこいつがいないと何も起こんないよ、入れるだけじゃん、入れるタイミングチームで共有して入れたところで誰か判定に来い、さん、途中いいゲームとかもあるね、いい局面とかも、あれがスタンダードになるといい、
もう切り替えとか言ってる場合じゃなくて、もうずっとそれが、なんていうの、あのアタックアタックアタックってイメージでつながっていくよね。あのゲーム展開にしたい。そのスピード感の中で相手をどんどん圧倒していくね。相手はそのスピードに慣れてないはずだから、練習のスピード感に。それを自分たちで上げていって、そのスタンダードの差で相手を凌駕していく、ね。結構さ、寄せ切った時のロックに対しての寄せ、ボールに寄ってくるのは良くなってきたんだけど、時々さ、誰か中盤とかでこう背負ったりしてる時もあるじゃない。この時ももうロックできてるから。その上げ下げがどんどんもっと細やかになると、多分もっとコンパクトになって、ボールに行けるやつが距離近くなるんで。頑張りましょう。よし。めっちゃ密度濃いね。そう濃くやってるね。まあロックっていうことはよく言ってたんだけど、あれはロックっていうのは俺が作ったんだけど、うん、そのボールに対して寄せ切ったやつがいた時にロックの状態っていう言い方をしてて、ボールをロックできた、うん、ロックできた時にみんなが取り時だっていうのを感じて、みんながそれを俺借りに行くっていう瞬間を共有するためにロックって言葉を作った。どんな感じなんですか。僕もテレビでとかしか見たことなかったので、はいはい、なんかもっと硬い人なのかなと思ってたんですけど、実際話してみて、ちょっと印象変わった。え、マサさ、この就任前ってさ、はい、あのイメージと、実際こう監督やって2週間だと思うんだけど、はい、ガツガツしてて、結構怖いイメージとかあったんですけど、選手のこと考えて、しっかりと教えてくれるな。なんとですね、那須さんが見ててすごい上手いからちょっとインタビューしたいっていうことで、なんか雰囲気とか良くなったの。あ、良くなったと思います。はい、まさのそのイメージってどんな感じだったの。振る舞い。あ、振る舞いですか。振る舞いはまあ怖い人かな。実際来たらどんな感じだったの。ボケとかも、うん、結構言ってくれるんで優しいかな。え、実際やってて楽しい。あ、楽しいです、すごい。はい、ありがとう。はい、午後は宣言通りクロスの攻撃と守備やって、最後にドッキングして、クロスゲーム、クロスがバンバン入るゲームして、これで終わり。あっ、ゴールドだ。あとで1個だけツートップね。はい、リュークの着手コントロールして、クロスを蹴る瞬間に角度を変える。わかる？勇気がコントロールした時に変えるんじゃなくて、蹴る瞬間まで溜めて、その後に角度変える。おう。ボン。それちょっと早い。それだとちょっと早い。蹴るポイント2つね。あの、ニアのやつと前あたりか、ファーポストのゴールエリアの角かね。俺蹴れないけど。ドンって入れて、かっこいい。もしくはそのままもう見えなくなる。おお、オッケー。下方向に返そうとして前向きに行って、そのまま最後に足首だけ変えるだけ。わかる？あっち側に出そうとすると大体こうなるよね。こうなると大体クリアミスする。それができないファーム5だったら逆の45度にクリアする。それしかないよ。前すぎる方がいい、後ろすぎるよりは。前なら前、そっからはもう差し込みかファーしかないよ。そうそう、慎太郎、そこ少し回し、ちょっと戻ったらいいか。おー、いい切り替えだ、いいじゃん。オッケー、これで終わり。1時間ぐらいだな。いい練習。これ続けていきましょう。明日やって、休めるんで。休憩から早く上がってください。はい、終わりましょう。寒いね。じゃあ今日が寒いの。入ってからも監督業務ってなんかするの？
基本は今はまあ練習メニュー考えることぐらいしかそんなにないですけど、まあ、あとはここに試合が入ってきたりとかすると、うん、まあ映像を切り取ったりとかすると入ってくるし、まあ、今はでも一番はずっともう選手たちにどういう声掛けをしてどこまで提示をしながらこう進めていくかみたいなことをこの2週間はすごい悩んで、ずっと悩んだまま眠くなってそのまま寝てて、寝てる間もなんかうまく寝つけなくて、朝もう5時ぐらいに目覚めちゃうみたいな、なんかそんなのが続いてる。本当に、うん、最後に今シーズンの目標と監督業のやりがいと。そうですね、まあもちろんチームとしては長年悲願にしている関東2部に昇格するっていうのがあるんですけど、まあ個人的にはみんなにも言ってるんですけど、覚悟を持って信念を持って、で毎日その練習に挑んだ時にどのぐらい成長するんだってことを体験してほしいんですよね。この練習の強度とか躍動感を続けていった時にどのぐらいこの子たちが成長するんだっていうのを楽しみにしてるので、まあ、その結果昇格っていうのがついてくればいいなっていうぐらいで、うんうん、いずれはこの上武大学が大学サッカー界にこう名を馳せるような上昇チームになるようなチームの1年目で全体で作っていきたいなっていうのは大きな目標としてはもう一個あります。なるほど。どうしようか。ありがとうございます。ありがとうございます。今シーズン頑張ってます。ありがとうございます。